中日ドラゴンズ初回2番福永祐希にバントのサインが出てバント失敗。福永はここまで打率2割9分7厘 OPS7 割6分4厘を残していました。は？福永ゲッツー崩れかと思ったらバント失敗？意味わかんねえんだけど、マジで立浪やめてくれよ。何のために福永にバントさせるんだよ。マジで頭使ってないか、何も考えてないだろ。よし、修正バントや。ファン、3番打者が序盤にバント、嘘だろ。公式、本日のスタメン、ファン、3番カリステか。これはさすがに序盤からバントはさせないやろな。よし、福永バントや。運転中ラジオで野球中継聞いてました。1回表、福永バントの構え、と聞こえてきて体がブルッとして思わずチャンネル変えてしまいました。涙をこらえながら帰宅。9番、投手がバントめちゃわかる。2番、福永選手にバント違和感。福永さんにバントはどうかと思うけど、バント失敗はダメだわ。初回にしかも福永にバントとか選手に変化を促す前にお前が変われよ。いつまで同じこと繰り返して失敗するにゃ。福永にバントとか具の骨頂。改めて考えても初回福永にバントはねえよ、アホすぎるやろ。するんならこの前みたいに村松田中の打順で福永を3456のどこかに置いた方が火力出ますよね。返せる人にバントさせる意味がわかりません。要は3番周平じゃないから福永バントさせたんやろな。2番福永打たせて大体うまくいってたのに、なんでまたバントにしたんやろうのもまだ計算立たへんし、1点取れば勝ちとも思えんやろうに。福永とか周平にバントやめませんかね。2番ケイシもやめてほしいけど、福永ユースクラスの選手にバントさせるよりは2番にバントさせる人置いてくれた方がまだマシかもしれない。3番周平バントがうまくいかないから2番福永でバントする立浪面白すぎる。なんで福永にバントさせるんだよ、昨日まで打たせてたやん。福永にバントさせるなら2番に置くな定期。そもそも初回からバントさすな定期。